肝硬変、肝硬変、肝硬変。英語、レバースローシスとは、何らかの原因で肝細胞が繰り返し大量に死んで、減少し、その補修の際に、繊維組織によって、痴漢、肝繊維化された結果、肝臓が固く変化し、さらに繊維組織によって残存している肝細胞まで締め付けられ、本来は、滑らかな肝臓の表面がデコボコに変形した状態である。 肝硬変になると肝臓に残存する肝細胞の数が限られる上に硬くなった肝臓への血流量は減少するために肝機能は低下する。ただし生体の向上性は保てる程度の肝機能低下で済んでいる大小肝硬変ともはや生体の向上性を保ちきれないほどに肝機能低下が進んだ肥大小性肝硬変がある。いずれにしても肝硬変は 慢性肝疾患の終末像で、不可逆的な病変であり、治癒は望めず、その先に待っているものは肝不全に引き続いての死である。なお、肝硬変になると、肝臓癌も発生しやすい状態となるほか、様々な合併症も出現してくることが普通であり、合併症によって死亡することもある。したがって、肝硬変になる前に、肝硬変を引き起こす原因を取り除く治療を行って、 肝硬変を予防することが重要である。肝硬変になっていなければ、肝臓は再生能力が高い臓器であるため治癒も望める。肝硬変になってからの治療は、繊維化した細胞は正常な肝細胞に戻ることはないため、残存する肝機能を可能な限り長く維持し、合併症の出現を防止する延命治療が中心となる。ウイルス性肝炎、B 型肝炎、 C 型肝炎など、アルコール性肝疾患、原発性単重性胆肝炎、原発性硬化性胆肝炎、鉄の過剰による臓器損傷、自己免疫性肝炎、ウィルソン病などの慢性肝疾患が原因となり、あるいはこれらの疾患が進行した終末像である。2002年現在、日本には約40万人の肝硬変患者がおり、60%が C 型肝硬変、 15%が B 型肝硬変、12%がアルコール性肝硬変である。かつては日本でも日本重血球中の有病地において、中乱と栄養不良を原因とする肝硬変も見られた。最近ではメタボリックシンドロームに関連した非アルコール性、脂肪性肝炎が原因として注目されている。肝硬変であっても、代償性肝硬変の段階であれば、 肝臓などに異常所見はあっても、患者にはほとんど症状が出ないこともあれば、食欲不振、液疲労感、疲れやすくなるといった、いくつかの症状が見られる程度であったりすることもある。肝臓は能力に余裕のある臓器であり、たとえ肝細胞が少々減少したり、機能低下したりしても、ある程度はホメオスタシスを保てるためである。しかし、肝機能の低下が限界を超えて、 肥大症性肝硬変に進行すると患者は多彩な症状に襲われる。肝硬変が進行すると体重減少、首相後半、パーマーロシーマ、手のひらの小指側の好調が見られる場合もある。腹部超音波検査などで肝硬変に至った肝臓を見た場合、本来は比較的滑らかな表面をしている。はずの肝臓は表面に凹凸が見られるようになる。 肝硬変は、人以外の動物にも起こりうる病変であり、動物種によって、肝臓の形状にこそ違いはあるものの、肝硬変になると、肝臓の表面に凹凸が現れるのは共通である。なお、肝硬変に至った人の肝臓は、左歯が主題し、右腰が萎縮した形状に変化しているのが観察される。場合によっては、溝ち付近に固く変形した肝臓を、皮膚の上からでも、 直置可能なこともある。また、肝臓が硬く変化したために、特に門脈から肝臓への血液が流入しにくく、なるた、門脈圧更新症が起きてくる。肥臓からの血液は門脈へと流れ込むようになっている関係で、門脈圧更新によって、皮脂と呼ばれる状態になることもある。その上、門脈に溜まった血液は、硬くなった肝臓を迂回して心臓に戻るべく、挙動するため、 自覚、食道静脈流、メデューサの頭と呼ばれる腹部静脈の土壌、蜘蛛状血管腫が見られることもある。さらに、門脈から血小成分が血管外に出るなどして、腹水を生じ、腹部が傍慢することもある。肝機能の低下に伴って、肝臓で合成されるアルブミンなどの血小タンパク質の合成量が減少してくると、血液の正常な浸透圧を維持できなくなり、 血液からは水分が血管外へと出て行きやすくなるけだが、これも腹水を増加させ、胸水まで見られるようになる場合もある。血液からの血管外へ水分が出やすくなったことに伴って浮腫が見られるようになり、特に下肢の浮腫は目立ってくる。肝硬変に伴う血液の異常はこれにとどまらない。浮腫に伴って脾臓の機能が更新するために赤血球、 血小板などが破壊されやすくなり、半血球減少症をきたすこともある。赤血球の破壊更新によって、貧血やビリルビンの大量有利が起きてくる。さらに、血小板の減少に加えて、肝臓による血液凝固因子の合成量も低下するために、出血傾向となり、鼻血、歯茎からの出血量増加、皮下出血に伴う、死藩、消化管からの出血による、 タールビンなどが見られることもある。そして、これらの出血によって、貧血はさらに悪化する。また、食道上脈瘤の破裂などに伴う消化管、出血は、しばしば大量出血を引き起こし、これによって死亡する場合もある。消化管出血による死は、免れても、吐血や下血、ひどい匂いのタールビン、貧血の悪化などに苦しむことになる。 他にも、肝機能の低下に伴って、ビリルビンの処理や排泄も滞り、眼球の結膜が黄色くなるといった横断が現れてくる。横断がひどくなると、皮膚は硬化色になったり、ややドス黒い色調を示すようになる。これに対して、肝臓自体は、胆汁の訴えによって、緑色を帯びてくることがある。また、胆汁として排泄されるべきものの排泄がうまく、 行かなくなったことで、老廃物全身をめぐり、結果として患者は全身の痒みなどを訴えることもある。肝臓におけるホルモンの処理能力も落ちるため、男性の場合は女性化乳房が現れることもある。その他の物質を肝臓で処理する能力も落ち、タンパク質の代謝の結果生ずるアンモニアの処理が滞ったことや、主に肝臓で代謝される、 芳香族アミノ酸の処理も滞ったことなどが原因で肝性脳症を合併し、羽ばたき新鮮が現れたり、検討式障害などが出ることもあれば、昏睡状態に陥る場合もある。なお、肝不全が原因で死亡することもある。その上、肝硬変になった肝臓は肝がんを発症しやすい状態にあり、しばしば肝癌を合併し、肝がんも死因となりうる。 肝硬変に至った肝臓は、すでに肝細胞の数が減少していることもあり、何らかの原因で新たに肝細胞が破壊されたことによって血中に有利してくる ALT や AST は、軽度の上昇に止まっていることが多い。このため、肝硬変の程度を測る指標として、ALT などの逸脱構想を用いることは、不適切である。肝硬変の程度を見る指標としては、 むしろ肝不全にどれだけ近いかを見る血液検査項目が注目される。肝不全に近くなると、各種老廃物の肝臓での処理や排泄や無毒化が遅れるために、肝臓でのビリルビンの処理や排泄が滞ったことによる血中の総ビリルビン濃度が上昇したり、肝臓での尿素回路が十分に動いていないことによる血中のアンモニア濃度が上昇したりする。また、 肝不全に近くなると肝臓でのタンパク質、合成能力も落ちるために、肝臓で合成される血中タンパク質が低下してくる。すなわち、血中のアルブミンの濃度低下、血中のブチリルコリンエステラーゼの濃度低下などが起こる。さらに、肝臓で合成される血液凝固因子も減少するために、プロトロンビン時間の延長も起きてくる。 このように肝臓で合成される血中タンパク質は、総じて低下傾向となるために、血清層パクも低下傾向となるため、その代償として、ガンマグロブリンが上昇してくることもある。他に、肝硬変特有の検査として、肝臓の繊維化マーカーであるヒアルロン酸や、4型コラーゲン 7S、プロコラーゲン E ペプチドも用いられる。 これらの異常は肝硬変であることを強く示唆する。排泄脳の評価には、インドシアニングリーン上中後15分の低体率を測定することが多い、略語をイクぐ。それから、肝硬変に伴って門脈から肝臓への血流が入りにくくなった結果、門脈圧が上昇したことによって、しばしば皮腫を生ずる。皮腫に伴って、しばしば皮臓の機能は更新し、結果として、 必要以上に血球が破壊され、すなわち赤血球、血小板などが総じて減少傾向となる半血球減少症が見られる場合もある。他に特筆すべきこととして、肝硬変患者は糖尿病を合併する場合があるため、糖尿病の指標が注目されることもある。血糖値を下げるホルモンであるインスリンが肝硬変になった肝臓に来たとして、 肝臓でグリコーゲンを合成するなどして、血糖値を下げることが難しくなることが一因である。この結果、食後抗血糖が起こりやすくなり、幅 1c、ヘモグロビン A1c 分割の上昇も見られることある。ただし、肝抗変患者は低血糖も起こしやすくなる。これは、肝抗変になった肝臓は、グルカゴン、成長ホルモン、糖質コルチコイドといった、 血糖値を上昇させるホルモンが来ても、肝臓に蓄えることのできるグリコーゲンの量が減少するためグリコーゲンの分解による血糖値維持を続けることが難しくなる上に、肝臓において、孤立回路をはじめとする、糖心性の能力も低下する他である。なお、肝硬変の原因を探るための血液検査項目としては、ウイルス学的検査、HBV 抗原、抗体、 hcv 抗体など、自己免疫学的検査、ana 抗核、抗体、ama 抗、ミトコンドリア抗体、ama m に分割イコール、抗 p d h 抗体などなどを行う。肝性検では、再生結節を伴う線に化した肝組織を認める。再生結節の大きさが3ミリメートルより小さい、ものは小結節性肝抗変と分類され、 アルコール性肝硬変に多く見られる。3ト、mm、ル以上のものは大結節性肝硬変と分類され、ウイルス性肝硬変に多く見られる。ただし、超音波検査や腹部 CT 検査などの非侵襲的な画像診断技術の進歩に伴い、侵襲的な肝性検は肝硬変に診断において意義が薄れつつある。肝性検が必要とされるのは肝硬変に伴って肝がんと見られる。 主要組織らしきものが画像診断で発見された時である。上部消化管内視鏡検査にて、食道や胃の静脈瘤を定期的に調べることは、静脈瘤破裂に伴う大出血による突然死を防ぐために必要だとされている。取材した肝左肩と萎縮した、肝右腰、メッシュパターン、小網目状の実質、鈍化した、閉炎。 肝表面の凹凸が腹部超音波検査や腹部 CT 検査で共通に見られる典型的な肝硬変像である。左歯の主題については腹部超音波検査でお乗用が大動脈の位置まで達していれば左用主題と判定する。なお、アルコール性肝硬変では再生結節が小さく均一に分布するため両歯が主題し実質は荒くなく表面の凹凸も目立たない。 腹部超音波検査では肝臓の再生結節、門脈圧更新を反映した胆脳壁の飛行を認める。これは胆脳静脈が門脈に貫流するためである。門脈圧更新に伴って蕎麦へそ静脈や左静脈の拡張、肥後腹膜胆路など側腹血行炉の形成も認める。またしばしば腹水が見られる。肝硬変には しばしば肝細胞がんが合併するが、造影剤を用いたダイナミック CTMRI 検査や超音波、ドップラー法などで、癌組織内の血流を評価する検査が、癌の診断に有用である。残存肝機能の程度を評価するものとして、以下のヒルドップ分類、または干渉ガイド分類が一般的に用いられている。合計点で A5 から 6B 7から9、C、10から15の分類を行う。2項目以上に該当した干渉ガイドが2箇所以上にある場合は、高い方の干渉ガイドに分類される。最も多い合併症は、門脈圧更新症。他に、肺高血圧症や血液疾患など、肝硬変に至った肝臓を元に戻すことは、不可能なため、その治療は、基本的に、 対症療法が行われ、合併症の発生を避けるといったことが主に行われる。また、食事制限を行うことによって、肝硬変の進行を少しでも遅らせたり、合併症を防ぐといったことも行われる。これらによって、肝硬変患者の延命を図る。なお、肝硬変に至った原因によっては、それに応じた治療が行われることもある。肝硬変は、 一般に飲酒によって悪化するため、食事制限の一つとして、摂取ではなく、一切の飲酒を禁ずる断酒が含まれることが通常である。他にも、肝臓において、尿素回路が十分に機能しないためにを生じないように、体内でのアンモニアの発生を減らす処置が行われる場合がある。よって、タンパク質がエネルギーとして利用された時に生ずる。 アンモニアを減らすための食事制限も行われうる。さらに、ラクツロースを蛍光投与することで、これが腸内で分解されて、腸内の pH を低下させることによって、腸内のアンモニアをイオン化させて吸収されにくくするといったことも行われる。他に、腸管内で腸内細菌によってアンモニアが有利されることを防ぐために、蛍光投与してもほとんど吸収されない。 抗菌薬を傾向投与して、腸内細菌を殺菌するといったことが行われる場合もある。また、肝硬変に伴う、抗アンモニア血症の他に、肝臓でのアミノ酸代謝能力が低下したことによって、方向属性の即差を持ったアミノ酸が蓄積したことなども合わさって発症する、肝性脳症を防ぐ他に、上記の他に、分岐酸アミノ酸を多く含み、 方向属アミノ酸の含量が少ない、肝不全用のアミノ酸製剤が投与される場合もある。肝硬変に伴って発生した、門脈圧更新症によって発生した皮腫などの結果として生ずる貧血の改善のためには、鉄剤を用いることもあるものの、肝硬変の原因によっては、鉄過剰によって肝細胞が打を受ける可能性があるため、慎重さが求められる。 また、皮腫による血小板減少と肝臓による血液凝固因子合成量の減少に伴う出血傾向については軽度であればビタミン K の補充によって肝臓での血液凝固因子合成を促進する方法もあるもののもはや肝臓による血液凝固因子合成が望めない場合は血液凝固因子を補充するために新鮮凍結結晶の輸血が行われることもある。 新鮮凍結結晶の輸血によって、肝硬変の肝臓では合成が不足しがちになるアルブミンも補充できる。ただし、この治療を行うと、輸血に伴う感染症のリスクを患者は負うことになる。肝硬変による、門脈圧更新症の結果、皮脂以外にも様々な合併症が現れるために、それらの対処が求められる場合もある。 門脈の流れが悪くなったことなどによって発生する腹水については体液貯留を防ぐためにも塩分制限を患者に課し利尿薬の投与が試みられるものの効果が不十分であれば腹部に針を刺して直接腹水を抜き取る場合もある。門脈に溜まった血液が無理に心臓に戻ろうとした結果しばしば自覚や食道上無薬流を形成する。 このうち食道静脈瘤破裂による出血は自主的である場合もあるために食道静脈瘤破裂を防止する処置が試みられる場合もある。これらのように、門脈圧更新は様々な合併症を引き起こすため、Tips、胸形静脈的管内静脈短絡術が試みられる場合もある。このほか、肝硬変に伴って肝がんが発生した場合は、 その治療が試みられることもある。ただし、いずれの治療も肝硬変の病気の進行に伴って、治療は困難になりがちであり、死亡に至ることもある。これを避けるために、肝移植が行われる場合もあるものの、仮に肝移植が成功したとしても、拒絶反応を防止するために生涯にわたって、免疫抑制剤を使用し続ける必要があるため、患者は、 日和り見感染症を含めて感染症全般に注意せねばならない。また移植後の長期経過の中で移植された肝臓の機能低下などさらなる問題が出てくる場合もある。以上に加えて肝硬変が発生した原因によって以下の治療が試みられたり特に患者に強い食事制限を課したりする場合がある。肝硬変に陥った患者は 肝機能が低下するために、もしも肝硬変患者が肝臓以外にも疾患を抱えていて、何らかの治療を行っていた場合には、その治療にまで影響を及ぼす場合がある。例えば、その疾患の治療のために使用していた薬物が肝臓で代謝されたり、胆汁へと排泄されることが必要な薬物であった場合、その薬物が使用不能になる可能性があるといった具合である。 肝硬変は肝臓の不可逆病変であり治癒しない。そして肝不全に陥った場合、注を避けることは難しい。したがって残存している肝機能をどれだけ維持できるか、いかに代償性肝硬変の状態を長く維持できるかによって予後は左右される。この他に腎機能が低下した患者や肺機能が低下した患者では予後が極めて悪い。さらに、 肝硬変は肝癌を発症しやすい状態であるため、肝癌を発症して死亡に至るケースもある。また、肝硬変に伴う出血傾向によって、消化肝出血、特に食道上脈瘤の破裂によって休止する場合もある。なお、肥大症性肝硬変に至ったとしても、肝移植が成功した患者の生命予防は改善される。しかしながら、肝移植を行った場合、 HLA が完全に一致しない限り拒絶反応を抑えるための免疫抑制を生涯行う必要が出てくるなど問題もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。